イギリス海軍、フリゲート、アンバスケードとフランス海軍、コルベット、ベヨネースが異常攻撃で抗戦した1798年12月14日の海戦。異常攻撃とは、自軍の艦船から敵の艦船に対し戦闘員を乗り移らせて攻撃する海戦術である。切り込みやアボルダージュとも呼び、特に敵艦に接限して直接に乗り移る方式を指して、 雪原攻撃とも呼ぶ。海賊との戦場白兵戦を描いた絵。異常攻撃は、海戦において、敵艦船を打破する攻撃手段として用いられてきた。砲撃や体当たり攻撃など、他の攻撃方法では、敵艦船の船体を傷つけて沈没させることが、基本的な目標となる。これに対し異常攻撃では、 敵艦船を操縦している人員を殺傷して操縦の自由を奪い、あるいは送り込んだ自軍の要因によって敵艦船を操縦して敵艦船を自軍の管理下にすることが基本的な目標となる。打破した後に路角船として持ち帰るか、放火や船底の爆破などにより自沈させ最終的な処理を行う。海賊による襲撃活動においては撃沈ではなく、 略奪が目的であることから、異常攻撃が主要な攻撃手段となる。試略戦や、仮想巡洋艦などの水上通商破壊艦による、通商破壊でも、戦利品の獲得や、弾薬の節約などのため、しばしば戦闘員の異常による、標的商船の制圧が実施される。また、海上での警察活動の一環として臨検などを、 行う目的で相手方の船に武装した人員を強制的に乗り込ませることがある。船内に拘束された人質の救出活動としても武装要員の強行異常が行われる。異常攻撃は放火と並び最も古い海戦における攻撃手段である。古代から中世にかけての海戦では弓矢による射撃戦を前哨戦として 最終的には異常攻撃による白兵戦で勝敗を決するのが基本的な展開であった。古代の地中海において主力軍戦だったガレー戦は体当たり攻撃用の昇格を選手推薦下に備えていたが敵艦に接原して戦士が乗り込み白兵戦を行う異常攻撃も重要な戦闘法としていた。ガレー戦には異常攻撃を行う槍や鎧で武装した兵士が 小ぎ手のスイフとは別に乗船していた。艦隊戦術としては、指揮官の一元指揮のもとで、異常攻撃と体当たり攻撃をするのに適した、横陣が、定型的な海戦陣形となった。紀元前3世紀の第一次ポエニ戦争において、新興の共和制ローマ海軍は、コルースと呼ばれる異常攻撃用の橋を、ガレン戦に装備することで、 ローマ軍団の陸兵を海戦でも活躍させ、連度に勝り体当たり攻撃を得意とするカルタゴ海軍を撃破した。コグ戦同士によるスロイスの海戦。中世に入っても異常攻撃は海戦での主要な攻撃手段であった。中世のガレ戦は水中の昇格が消滅し、古代のような船底を狙った体当たり攻撃が行われなくなっており、 異常攻撃が一層決定的な役割を果たした。戦手水上に突き出した昇格は、異常攻撃の際には敵船へ乗り込むための橋として、機能した。雪原すると、張り付きの綱で敵船を拘束して、兵士を突入させた。中世の大西洋北部や北海では、ガレン船に代わってホブ船であるコグ船が軍船としても、使用されていたが、基本的な戦闘様式は同じで、 弓矢や大砲による射撃戦の後に雪原しての白兵戦が行われた。丸型船体で穂の種類が少ないコグ船は操縦が困難であるため、風向きにより思うように敵艦に雪原できず、射撃戦が長期化する傾向があった。有利なタイミングで接近して異常攻撃ができるよう、風上を確保することが戦術上重要であった。14世紀頃から、 西洋の軍船に大砲が搭載されるようになったが、初期の大砲には船を沈めるような破壊力はなく、海戦の様相を大きく変えるものではなかった。従来の弓矢と並んで、異常攻撃の前段としての、人員殺傷用兵器として使用された。1340年のスロイスの海戦では、原始的な射射砲が使用されたが、特に大きな効果があったとの記録はない。 レパントの海戦。16世紀に鋳造法が実用化されて本格的な艦砲の配備が始まると異常攻撃の重要性は次第に低下した。ただ、大砲の性能が低いうちは異常攻撃も重要な戦法であった。西洋の海軍で異常攻撃の専門部隊である海兵隊が現れたのも16世紀で1537年に 設立のスペイン海兵隊が行使とされる。ガレー軍船は近世に入っても従来の異常攻撃を中心とした接近戦を続けていた。地中海のガレー軍船では選手に数門の昇降警報が装備されたが、装填速度が遅く、実質的に一発だけしか撃てないため、古典的な横陣を組んで敵艦に接近した後、兵士が 敵船に異常する直前に発砲して敵の士気をくじく補助的な兵器とみなされた。ベネツィア共和国海軍は大砲50から70門を原則に搭載したガレアス船を開発したが、これもあくまで人員殺傷を目的とした警報であった。ガレー戦海戦の頂点となった1571年のレパントの海戦でも異常攻撃が両軍の主力戦法であり、 キリスト共同盟艦隊は総辞任8万4千人のうち2万人、オスマン帝国艦隊は総辞任8万8千人のうち1万6千人が白兵専用に乗船した陸兵であった。キリスト共同盟艦隊は帰日を浴びる距離まで発砲を禁じて昇格と異常攻撃による近接戦闘を行い、オスマン艦隊も司令官のメジンザードアリパシャ自ら帰還で 敵艦部の上艦を狙って異常攻撃を仕掛けた。一方、大西洋では大口径の艦砲を放列艦板に装備したガレオン船が主力軍船となり200メートル以上離れての砲撃船も可能となった。異常攻撃も盛んではあったが、砲撃船で大勢が決した後、作具やマストを破壊されて運動性を失った敵艦にとどめを刺す形で行われるようになった。 ただし、奇襲戦術として、いきなり異常攻撃が用いられることもあった。最も早くに異常攻撃から砲撃戦に重点を移したのは、イギリス海軍で、1588年のアルマダの海戦では異常攻撃を原則として禁止した。相手方のスペイン艦隊は敵艦をハリーズなどで、拘束しての異常攻撃を意図し、 海兵隊などの戦闘員を多く乗せ、人員殺傷用の昇降警報多数を選手楼・戦備楼に積んでいたが、イギリス艦隊のアウトオレンジ戦法によって、異常攻撃を封じられてしまった。もっとも、依然として、大砲の威力は、限定的で、イギリス艦隊が多用した、長射程のカルバリン法によって、致命傷を受けたスペイン艦はわずかであった。 イギリス側が異常攻撃を避けた結果、戦闘中に打破されたスペイン艦も比較的に少数にとどまった。17世紀から18世紀には大砲のさらなる発展と戦列艦の完成により異常攻撃の地位は低下の一途をたどった。英乱戦争では両軍艦隊とも戦列艦による砲撃戦を展開し、戦術面でも 原則砲船に適した人形である単獣人が定着した。現行における日本と元の水軍の海戦小舟で忍び寄った日本兵が熊手でを使いながら雪原して異常攻撃を仕掛けている。中近世の東洋の水軍においても異常攻撃が海戦の主要攻撃手段であることは同じであった。日本の水軍で用いられた和線構造の軍船の場合、 体当たり攻撃には向かなかったとも言われ、異常攻撃が広く用いられた。15世紀後半の日本の畑船や中国の軍用ジャンクなどは若干の大砲を搭載し、15世紀末の喫光船は砲撃船を重視した設計であったとする説もあるが、全体として見れば、異常攻撃が主たる地位を占めていた。その後、東アジアでは大砲の発達が、 限定的だったことや解禁政策の影響などで、海軍の進歩も停滞した。アメリカ南北戦争中の北軍艦上の光景。異常攻撃を防ぐための網が、原則に張り巡らされ、砲を操作する水兵たちも、カットラスを腰に下げ、依然として、異常攻撃が考慮されている。砲の後方には、海兵隊員も見える。フランス海軍コマンドの複合艇を使った。 異常訓練の様子。火力と機動力の優れた基礎軍艦が普及した近代以降、異常攻撃は正規軍同士の海戦ではほとんど見られなくなった。海兵隊の異常攻撃部隊としての性格も薄れ、植民地警備や水陸両用船に使われる陸戦部隊となっていった。それでも、海戦での異常攻撃を想定した装備や訓練は20世紀前半まで一部に、 残っており、イギリス海軍の正式装備からカットラスが消えたのは1936年になってからのことであった。19世紀には異常攻撃が有力な敵艦に対する奇襲手段として用いられた実例がいくつかある。1801年5月6日の海戦では、イギリス海軍の搬送スループ、スピーディが、スペイン海軍の搬送フリゲート、エルガモに接言して、 砲撃を封じ、異常攻撃で降伏させた。装甲艦の登場した19世紀後半には、非装甲軍艦が装甲艦に対抗する戦術として、1869年の宮古湾海戦において、幕府側が東艦のダッシュを計画した際、フランス軍事顧問団の5人とは別に後から参加した、アンリ・ポール・イポリット・ド・ニコールの発案により、 切り込みによってダッシュするアボルダージュ作戦が決行されたが失敗した。また1879年の意気気の海戦でも異常攻撃が試みられたが撃退されている。1854年に日露外交交渉施設として日本に派遣されたエフィムプチャーチンは滞在中の同年12月に安政東海地震に遭い津波で上官ディアナ号を喪失した。 彼は帰国のための船舶を得る目的で、地震の翌月の1855年1月、下田港に入港してきた、フランスの捕鯨船を、異常攻撃により打歩、ダッシュすることを企て、ディアナ号上院だった水兵を武装させて、カッターで襲撃を試みた。しかしながら襲撃隊の到達前にフランス船は、下田港を出港したため襲撃は実現しなかった。 20世紀に行われた正規戦での異常攻撃の実践例として、第二次世界大戦中のイラン進中において、オーストラリアのスループ、ヤラなどが陸兵による異常攻撃違反を事前準備し、停泊中のイラン海軍の小型砲艦2隻を節原以上で打破している。空発的な事例では、第二次世界大戦でドイツ潜水艦の U-66 が、 アメリカの護衛駆逐艦であるバックレイ級護衛駆逐艦に体当たりした際に起きた白兵戦などがある。船内に拘束された捕虜や人質の救出作戦としては近現代に入っても異常攻撃が実施されている。第二次世界大戦ではイギリス駆逐艦2隻がドイツ戦アルトマルクに収容された捕虜の救出作戦を行いアルトマルク号事件を起こした。 第二次世界大戦までは水上艦艇による通商破壊が行われており、その過程で敵性商船に武装水兵を移乗させて、打歩、戦利品の獲得や自陳処分をすることがあった。威嚇射撃などで停戦させた後、艦載艇を使って武装水兵による処分隊を移乗させた。海賊行為でもこの種の移常攻撃が行われる。現代では、 海軍や沿岸警備隊によって警察活動としての臨検や犯人制圧などに使用する特殊部隊が編成されていることもある。2001年の九州南西海域工作船事件では日本の海上保安官が不審船に雪原以上しようとした際に銃撃船となった。ギャラリー19世紀のパイクによる環状戦闘術の再現。 槍ブスまで敵兵の侵入を阻止する。異常攻撃で使用される武器は、基本的にその時代の不評装備と同じであるが、作具などが、並び狭い戦場で使用するという特殊性から、若干の違いが見られる。特徴的な武器として、片派で、重い探検のカットラスがある。 これは特別な剣術の訓練を受けていない水兵でも容易に扱うことが可能で、さらに植民地でのサトウキビ伐採や包丁など、日用品にも転用できる武器であった。フランス海兵隊は軽くて、取り回しの良い武器を装備しており、将校は陸戦用のブロードソードや騎兵向けの刀剣である、サーベルより細身のレーピアを好んだ。兵の使用する、 マスケット銃もイギリス海兵隊のブラウンベスより小型軽量であった。海兵隊以外の水兵もカットラスやパイク、ナイフ、サクト目線などあり合わせの武器を手にして白兵船に加わった。防具として鉄製の鎧を着用すれば闘争や弓矢から身を守ることができる反面、水に落ちた場合には重さのために溺れて死亡する危険があった。 味方の不評戦闘を支援したり、突入してきた敵兵を撃退するための射撃兵器も開発された。ファルコネット砲などは、原則の手すりの上や三脚下に旋回砲として、据えられて、敵の防御火砲を制圧したり、甲板に侵入した敵兵を操車したりするのに、用いられた。マストには狙撃手や、投石兵、小型の空砲ルーン球砲などを配置するための台である。 ファイティングトップが設けられることがあった。雪原切り込みのため敵船を拘束する道具としては、怒りのような針をつけた綱や、熊手などが用いられた。逆に敵兵の侵入を阻止する設備として、19世紀までの西洋海軍では、アンチボーディングネッチングと呼ばれる網を、戦闘時に原則に張り巡らすことがあった。現代では、関西消火器による火力支援と合わせ、 CQB 用装備が用いられる。ただし、松村章は、英乱戦争で、オランダ海軍を率いたマールテントロンプや、ミヒールデロイテルについて、イギリス海軍に追随して砲撃戦を行ったものの、決戦手段としては異常攻撃に固執していたと、主張している。当時、クリミア戦争により、ロシアとフランスは、交戦状態にあった。その後、帰国のためヘダ号を、 日本で建造したほか、アメリカやドイツの商船を要戦した映画、眼下の敵に登場する護衛駆逐艦。ちなみにこの映画では、史実のように体当たりし合体したままとなった U ボートの将兵たちを駆逐艦長らが救出する。木又茂雄は、日露戦争中に日本駆逐艦、サザナミが、ロシア駆逐艦、 ステレグーシティを打捕しようとした際、異常攻撃で艦長を視察したとする。しかし、日本海軍の機密資料である、極秘明治378年海戦史では、ステレグーシティは特に抵抗なく軍艦機を下ろして、降伏し、打捕要員が異常した時にはすでに士官の生存者は、なかったとしている。また、真鍋茂忠によれば、艦長の死因は砲撃で断片を受けたことである。 ありがとうございます。